どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回はですね、先日に引き続き S74 のギア300プレミアとハニバジャエクストリーム2022がですね、2つとも S74 というカバーストック、900グローバルのですね、 S74 というカバーストックのソリッドとパールですので、その違いがどんなもんなのか1ゲーム投げて比べてみたいと思います。違いがあるのかないのか投げてみないと分かりません。ということで早速投げますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。はい、まずはですね、もらったギア300プレミア、いきます。さあ、いきますよ。はい、転がりいいんですけど気持ち緩いですよね。やっぱこれ曇ってるせいなのかソリッドのせいなのか分かりませんが、ちょっと緩く感じます。続いてハニバジャエクストリーム2022いきます。こちらは同じカバーストックなんですけどパールです。はい、今と同じところ投げてみましょう。さあ、いきます。転がってからの、おお、ちょっとこう加速するように、絶対に物が摩擦して転がってるんで加速するなんてことはありえないんですけど、そういう風に見えますよね。行ってからの奥がシャープ。はい、スペアもハニーバジャーで行きます。さあ、行きますよ。7番ピン、あら、はい、曲がりませんでしたけど、シュルーって言ってからシュルシュルシュルってきますよね。もう一度いきます。ギア300プレミア、ちょっと緩かったのでどうしよう。とりあえずもう一回同じところで投げてみましょう。いきます。来る？緩め。はい、もうちょっと欲しいですね。次はあれをもうちょっと来るように投げましょう。とりあえずこのスペア行っちゃいますよ。この曇ってるギア300プレミアで、曇ってるボールの方が天品取りやすい説ありますからね。行きます。ほら、曇ってる方が手前で噛むんで奥で余計な動きが出ないんです。はい、ということで先ほど薄めで7ピンだったハニーバジャーエクストリーム、こっちちょっと足りなかったですよね。半分だけアジャストしましょうか。いきます。さあ、どうだ。もう一声、天秤ギリギリ叩いてるって感じですね。でもバックエンドのキレはやっぱパールの方があるんじゃないかなって思います。やっぱこの辺が同じカバーストックでもソリッドとパールの違いなんでしょうね。はい、何人この動画に興味があるか分かりませんが、さあ、ギア300プレミアも同じとこ投げてみましょう。いきます。さあ、どうだ。さっきよりはこう起き上がってましたね。いい感じなので、まあソリッド曇ってるといえども同じカバーストックなので、まあ、若干ですよね、どこで摩擦が多く出るかっていう感じだと思います。手前で出るのか奥で出るのか。はい、次はさっき天品危なかったのでもうちょいアジャスト。いきます。ハニーバジャーエクストリーム2022、まあ、今後ねまた
ポレ系統のボールが出たときに、まあ今の出過ぎですね。ストリートとパールでどれくらい差があるのかっていう参考にもなると思うので比べています。はい、さすがに今外出ちゃった分だけ跳ね返りすごかったですね。厚めの4番ピン、まあ、そこを次はギア300で投球してみましょうか。さっきね7ピンミスってるんで、これは4番ですけどちゃんと取りましょう。はい、ということで次はギア300プレミアを、はい、ソリッドの方ですね出してみます。さあ、あまりこれでも使い勝手が変わらないんだったら、色が綺麗なハニーバジャノを投げちゃいますよね。まあ、今ちょっと出足りないのかもしれないですけど、やっぱり曇っててソリッドの分だけ動きが緩いのかなと思います。なので出ても緩く戻ってくるんで収まりましたよね。なのでメリハリが強いレーンはソリッドが使いやすいんじゃないでしょうか。さあ、ということで次はオイル使ってみましょうか。よし、いきますよ。リリースは柔らかく。はい、オイルしっかり使って出して戻ってきました。さすがパールのボール、今と同じところをソリッドでいきます。はい、さあ今みたいな動きが出るのかどうか、いきます。15枚でしたね。OK、 うん、やっぱりこう出た時に弱いのでポケット当たってボール弾かれてましたよね。多分3番ピンの前に行ったので6番ピンが天ピンを巻いていったんだと思います。はい、なので大きく幅を使うボールじゃないのかなって思います。このコンディションだと中が44フィートになってます。なのでオイルをもっと使って幅を狭くして投げた方が合ってるんじゃないかなとは思います。はい、さあ、テンフレもう一度こっちですね、アニバジャ、これもオイル沿わせてみましょうか。10ぐらいまっすぐ、10まっすぐじゃない、12まっすぐですね。はい、いきますよ。どうなる。オイルの長いところちょっと出ちゃった。はい、ちょっと出ちゃったんで曲がってきましたね。そこと同じところ、いや出ることを加味して13ぐらいまっすぐギア300プレミアムで投げたいと思います。いきます。手首はまっすぐ、はい、ちょっとオイル使ってて微妙な感じなのかなって思ったんですけど、最後しっかり立ち上がって、まあ、完全に立ち上がった感じはないですけどしっかりピン飛ばしてましたね。はい、もう一度カニバジャパールの方で同じところ狙ってみます。さあどうだ、うん、こっちは天品、はい、まあ惜しいですけどね。やっぱ同じ素材なんでそんなにこう痛めで差があるのかって言ったらそこまでなかったんですけど、やっぱ動きの違いはありましたよね。手前でこう摩擦して緩くなるのか、奥まで走ってから切れてくるのかっていう違いがあるので、やはりストリッドとパールで、はい、オイル投げるパターンのですね
種類が変わってくると思います。オイルが多いからソリッドっていうわけではないと思います。はい、ですので例に合ったボール選び、はい、自分のセンター投げるコンディションに合ったボール選びが重要だと思いますので、はい、ぜひ分からなかったらお近くのプロショップの方、プロボーラーとかに相談してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。